皆さんこんばんは、芥川孝之です。今夜は特別番組、山田風太郎原作、巨匠深作欣二監督の大ヒット作、魔界転生をお送りします。復讐するは我にあり、我これを報いん。ヘロイムエッサイも我は求め訴えたり。今から約350年前、島原乱で3万7000のキリシタン教徒が徳川幕府によって殺された。その累々たる屍の中から不思議や雷鳴とともによみがえった若き史料、天草四郎時貞が復讐の鬼となって幕府を恐怖のどん底に陥れる奇想天外なスペクタクル時代劇、魔界転生。生前徳川家のために夢を果たせず恨みを抱いて戦火に眠る歴史上の人物、細川ガラシャ夫人、宮本武蔵、宝蔵院院主、柳生田島の神などが次々と生き返り、天草四郎と共に徳川打倒を目指して魔界軍団を結成。ヘロエムエッサイムの呪文を唱え、オカルト殺法を駆使して襲いかかる。これに対して赤眼の剣豪柳生十兵衛が宮本武蔵生前の恋人お通伊賀の忍者霧丸を率いて魔界軍団との壮絶な大決闘。沢田研二、千葉真一、和歌山富三郎、尾形健、村田秀夫、金明子、今売り出しの真田広之という豪華キャストでお送りする奇怪痛快時代劇、魔界転生。どうぞごゆっくりお楽しみください。見抜くやいやつら。